ケプラー7は、ことザの方角の NASA が太陽系外惑星探査を行う宇宙望遠鏡、ケプラーの観測領域内に位置する構成である。ケプラーによる発見が最初に公表された5つの系外惑星のうちの1つの母星であり、太陽よりも大きく、金属量は太陽より少し多い。二0 1年一月四日、ケプラー七の周囲を公転する太陽系外惑星の存在は、 アメリカ天文学会の会合で公表された。ケプラー7は NASA が主導するトランジット法による地球型惑星の探査計画であるケプラー計画によって発見された7番目の境外惑星系の母星であることから命名された。ケプラー7の周りを公転する惑星はケプラーによって発見された4番目の惑星である。ケプラーが最初に検出した3つの惑星は すでに発見済みの惑星で、ケプラーの観測精度を確認するための観測だった。ケプラー7ビットの発見は、2010年1月4日に、ワシントン DC で開催されたアメリカ天文学会第215回会合において、ケプラー4ビット、ケプラー5ビット、ケプラー6ビット、ケプラー8ビットとともに公表された。ケプラー7ビットの発見は、アメリカは、 ハワイ州のケック第一望遠鏡、テキサス州のホビー・エバリー望遠鏡、ハーラン・ジェイ・スミス望遠鏡、カリフォルニア州のヘール望遠鏡、シー・ドナルド・シェイン望遠鏡、アリゾナ州のフレッド・ローレンス・ウィップル天文台、ウィン望遠鏡、MMT ・ティリング・ハスト望遠鏡、そしてカナリア諸島の北欧光学望遠鏡の追観測によって確定した。ケプラー7の級は13で、 地球から見るととても暗く、肉眼では見ることができない。太陽系からの距離はおよそ3000光年と見積もられている。ケプラー7は太陽に似た構成だが、質量は太陽の1.347倍と太陽より35%程度大きく、半径は太陽の1.843倍と太陽より84%程度大きい。 年齢はおよそ35億年と見積もられ、約46億年の太陽より若い。金属量は、基準となる鉄と水素の存在比で0.11デックスであり、太陽と比べ3割ほど多いと推定される。系外惑星を持つ恒星の多くは、金属量が多く、ケプラー7もそれと同じ傾向にある。表面温度は5、933K で、 ケプラー7ビットと木星の大きさ比較。ケプラーの最初の発見である5つの系外惑星の大きさを比較した図。ケプラー7ビットはその中で最大である。ケプラー7ビットはケプラー7の周囲で発見されている唯一の惑星である。質量は木星の0.441倍、半径は木星の1.622倍と推定されており、体積は 木星の4倍以上であるが、木星の44。密度は0.14グラム毎立方センチメートルで、水の1、7しかなく、発泡スチロール並みである。母星からの距離は 0.06067au で、光天周期は4.885日である。水星の太陽からの距離は 0.3871au、光天周期は87.97日であるのに、比べると、 ケプラー7ビットはずっと母星に近く、光転周期も短い。軌道の推定において、離心率は0、つまり円軌道であることが仮定されている。ありがとうございます。